こんにちは、下左衛門です。今回は一つのペダルを例にとって、ここ10年でシマノのペダルがどれだけ高くなったのか、価格が上がったのかということについてお伝えしたいと思います。はい、こちら先ほどからご覧になっていただいているシマノの SPD ペダル PD530 になります。 MTB 用のマウンテンバイク用のペダルになるんですけど、自分が買った時2012年か13年ぐらいで、その時の値段が2000円台だったもんですから、ほぼ衝動買いという形で買ってしまいました。はい、こういった形でですね、回してみると分かる通りですね、バランスがいいから回らないのか、ベアリングの性能があまり良くないから回らないのかよく分かんないんですけど、すぐ回した時にすぐ止まってしまうペダルだったんですけどね、こうやって、10年前からこんな形であまり回らないペダルだなというのが印象的なペダルでした。で、購入した時の価格、よくよく調べてみましたら2898円というですね、価格設定でした。最初の年はそれがですね、2015年には3700円、2円になり、そして翌年の2016年には4256円、そして2023年のですね、今年のカタログを見ると6067円となっていて、なんと、値上がり率がですね、209% というものすごい価格というかですね、あの値上がり の幅だなと思いましてですね、今こんな動画を撮る理由となってしまったんですけど、はい。で、その時のですね、2014年のシマノのカタログがあったんで、今見ていてご覧になっていただければと思うんですが、この通りですね、はい、2898円となってますので、PDM530。はい、こちらがシマノの、これ、あれだっけ、サイスポの価格録なんで、これになってますけど、2014年のカタログとなっておりますね。はい、そして翌年のですね、2015年のシマノのカタログがこちらになって、これもサイスポの付録なんですけど、2015年のカタログで、PDM530 が3702円という形ですね。はい、2016年はカタログでなくて、他の方のちょっとホームページから調べてきた価格が、4256円。そして、今これスライド的にちょっと画像を出しますが、2023年の最新のカタログだとこのように6067円となっておりました。はい、この PD530 以外にもですね、その他のペダルで PDM324 というペダルが6036円から1509円に、この年にはなっていて、174% の値上がり幅ですね。そしてあと PDM540 のところが、6976円だったものが、最新のカタログだと11846円という形で、約 169% のですね、値上がり率という形となっております。はい、本当にここ10年で随分ペダルが高くなってしまったなとですね、思ってしまいますね。はい、はい、といった具合に物にもよりますが、ここ10年でシマノのペダルの値段が随分と上昇してしまいました。主な要因となっているのは、原材料や生産地の人件費の上昇が大きいんじゃないかと言われているんですが、さすがにですね、10年前に3000円未満だったペダルと現在6000円で売られているペダルの性能が全く一緒だったら悲しいものがあるなと思ってしまいますね。シマノの方が公にしてませんが、密かにマイナーチェンジでこの回らないペダルのですね、あのベアリングが良くなっていたり、あと各部品のですね、性能が良くなっていたりしてくれたら、値段の上昇もですね、値上げも納得いくんですけど、実際のところはどうなんでしょうか。知っている方がいたら教えてほしいところなんですけどね。はい、といったようにですね、今回はシマノの値段がここ10年で随分と値上げされているというか、上昇したことについてお伝えさせていただきました。最後までご視聴いただいた方々、ご視聴ありがとうございました。